存在価値のある企業を目指して不可能への挑戦を続けます。およそ300台の NC 自動船舶を保有し、精密な自動車部品などを製造。 YES ものづくり。今回は商品力の高い製品をいち早く供給する岡谷市の岡谷製鉄をご紹介します。岡谷製鉄は東洋のスイスと呼ばれる岡谷市にあります。材料から加工処理まであらゆる工程が地元で完結できる素晴らしい環境です。他のところでは例えば500キロ単位ではなきゃ買えないような材料であっても、この岡谷地区だと1本2本から買える、そういう意味の優位性はあると思います。丸物の切削部品をやってます。それ以外にはそれに関係した研磨加工ですとか、そういうことをまあ一貫してやってるっていう会社ですね。56年間やってきましたんで、まあ、その辺をまあ、他のものに手を出したりとかそういうのはあんまりしないような感じで、まあ、これでずっとやっていくっていうようなこだわり、仕事に関してはそういうこだわりがありますね。工場には同じ機械が複数台並んでいます。1台しかないとその品物はできなくなってしまう、まあ、ただ5台揃ってれば、まあ、やりくりして、ね、その1台分はなんとかできるという、そんなようなメリットがあると思います。機械 の、 日進月歩で機械が良くなれば技術も上がっていく。若い子でも、ね、年配の方でも似たような仕事ができるというのはこれいいところだと思います。 EV 化になってしまうとミッションがなくなってしまうということで、まあ、徐々に減っていってしまうであろうという、まあ、予測はついているんですが、まあ、よそさんがやってるやつがよそが減ってそれを撤退してしまったらうちでやっていけると、そんなような体制を作っていきたいと、そんなふうに思います。